ちょっと予想もあったね、私たちも。だんだん夕暮れになってきたからね。めっちゃ良かったもん、さっきの格好。ということで、そうよ。ね、このパーティーというか、このイベント、すごいわね。ねえ、ゴージャスよ、ね。ねえ、大使館が和太鼓叩いたり、あの、相原美穂がなんかすごいカモメが飛んだで踊ったりした後にね。それの後に、来賓で、ね。来賓のご挨拶だ。渋谷区長から皆さんね。すごい。で、この後ですね、まだまだパフォーマンス、まあ、日が暮れる頃までね、やっちゃったりするんでね。で、ちょっと準備の方にお時間の方いただきたいので、ちょっとね、5分10分、まあ、なんとなくだらっと待っててもらいたいなと思うんですけれども、5分10分でよかったっけ、5分10分かな、 OK ね、はい、じゃちょっと準備してますね。あとで、あの、私たち全然ステージばっかりなんで、あの、この状況よく分かってないんだけれども、あの、よかったら、うん、一緒にお写真撮ったりとか遊んでくださる方がいらっしゃったら、そうですね、はい、楽しみたいと思うわ。それではまた次のステージまで、ごきげんよう。ちょっとお待ちください。